この番組は、さらば青春の光、オフィシャル YouTube チャンネルをキーステーションにお送りします。しずるかずまとフルーツポンチ村上のアーバンブルーラジオ。この放送はワザは森東をキーステーションにお送りしています。今週のチップモノマネ。お願いします。いきます。じゃあ当ててください。はい。はい。あ、海じゃ海ませーん。 カウに戻っていますから。鮭の哲也です。やったあ、やったね。<laughs> これはもう全然レベル一。川に戻りますから。川に戻ってますから。から僕は知りません。あなたが好きだから。ああ素晴らしい。ちょっとねこう今作っていてあのー、というのも。うん あのゴールデンウィークまだ確定が分かんないですけど多分おそらくあると思うんですけ、うん、ゴールデンウィークに幕張で、うんうん、あの RG さんあーレーザーラムの RG さんの主催なのかな、うんうん、ライブでそのチームものまでのライブやってくれるんですよ。ええ、はい、でなんかそれ多分なんかまだ確定じゃないなんか僕がやったのをみんな名前当てるとか。あああいいね。うん、あとみんなからあ<ー>あの。 もらえるとかあるからちょっとこう新しいあとこうえいつえ五月のなんかいつかうんなんで待ってそれ何いやそのでもその昼に入ってなかったら入ってる人で夜やると思ういやそうえなえわかりいつよいや分かんないちょっとえ五月のどっかえあれ二か三か四かとかあじゃあれゴールデンウィークうんそうそう似合うのえ一緒かもしれないあそあ青宮やなあ全然違う だからこういうレベル1のものからもう,う,ういろいろねでもまあ赤前さんにももらったけどねあのあなん,なんか私なんか私もしたいあのっ僕は寝てませんっていうのあれなんだっけ<ん>っ武田鉄也家さん <laughs> ももらったしいろ,いろこういうからね<ー>こういう当てやすいのからうんあとあのつぶつぶつぶよー トロトロトロよーえーっと冬に飲むとうまいーは,はいはいはいうんえっとえー、えー、ブラザーコーンスープああブラザーまあまあでもいいかブラザーコーンポタージュああコーンポタージュか,かもいい、ねうんうん、ブラザーコンポタージュとか、ね、あいいねいろいろね あ,あブラザーっていうのがおも面白ワーワークンボタージュだねあ,あいいねうんそういうのあるんでもしあのー、来れるかって言ったらぜひねいやこれはあのー、<ん>まあこれまでのもあるでしょうし<ん>新しいのもい,いやなんかさそのなんかさそのね今ふとさ、うん、思い出してさ、うん、あのー、なんかこの間タロクロと喋ってて、はい、でまあちゅうぶものもねあるじゃん、うん、それあそういうさでなんか ザ・パンチさんがさ今「ザ・セカンド」でさこやって言ってるじゃん。でえんか田所と飯食っててザ・パンチさんなんかすげえな一俺らの東京のね。なってからやっぱりどうしてもザ・パンチさんの話するときにどうしてもやっぱツッコミフレーズあの砂漠でラクに逃げられてっていうのをなんかやっぱあれ面白いよなみたいな村んとも前話なんですよ。 なんか大宮でザパンチさんと一緒になって「うん、でなんかアーバンブルラジオ出てくださいよ」みたいな「あそうそうそうみたいなで,、うん、でなってかじんちゃんが「村木話してたよ」みたいな、うんうん、でそっからザパンチさんのツッコミのフレーズって、うんうん、なんかウィキペディアとかにまとまってないのかなみたいなはい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 。で探したの、うん、そしたたのそらさ あのザパンチスペースって開けるだけで「うん、まあザパンチ芸人「ザパンチ現在」とかってあるんだけど、うんうん、やっぱり「ザパンチツッコミっていうのがあるのああ誰かまとめてんでしょこれがまとめじゃなくて、うん、あのえー、あれ何ヤフー知恵袋、うん、で「あのえ p a n c のツッコミのネタ教えてくださいっていう質問した人がいて、うんうん、ベストアンサーの人が「うん、うわすごい出してくれてんじゃんれすごいのよちょっと待ってこれまだ待って いや俺本当にこれいや実はいやいやじゃなくて次の次か分かんない確定じゃないんだけどスケジュール一応声かけたんですよ。なんでまあお二人に来てもらうのかちょっとお二人だと大変だからもしかしたら松尾さんだけなのか分かんないけどちょっと来てもらってさゲストにでまあそれもう多分セカンドの次の結果のあとになっちゃうと思うんだけどでもまあどっちにしてもでも来てもらってそれしたらなんかこんぐらいやるらしいのよ。 あの要はボツになったのも含めてあの紙で言うとう嘘がすごいえー、だそういう着てもしたらさあとザパンチさんのさ、うん、これまでのこととかすげえ聞きたくない,い確かになだってさザパンチって俺と同い年なのよーけど芸歴で言うとも七7年ぐらい先輩なのよ高校生からやられてるでしょうん,なんかその辺とか聞きたくない確かになんかあの BKB、ー と前に俺の車で幕張り行く時に2人になった時に「うんうん、あのザパンチの、うん、あの浜崎さんってどういう人みたいな「うん、でえいやめ,めちゃくちゃいい人だけど」うん、みたいな「ちょっとなんかこれ見たんだけど」つって言ったら、うん、それがあのなんかあのななんだろうロック「ライバー」うん「6なんとかライバー」あの言ったら投げ銭をもらうみたいな。 なんですか、ありがとうございます。で、それの動画を見せてしまったんだけど。うん、なんか、ちょっと、あの、なんか、そういう人特徴の喋り方がわかんないけど。うん、え、なんか、でんだよね、あんなとこ、あんなとこ、ああ、みたいな、うん、こう、ハワさんがやってて。<laughs> で、それが、俺、え、これ、ハワさん、す、こんなことやってんだみたいな。全然知らなかったの。知らないんだよ、俺らは。残飯ちゃんのこと。うん で松尾さんとかにいろいろ聞きたいけどさ松尾さんってなんかさ楽屋とよく結構喋ん、ね俺うん、あの俺昔レッドカーペットとかもに同じようなタイミング出てたからさ、うん、話すんだけどさ松尾さんってなんかグッと入ろうとするとすぐミニコントするじゃんえっそれで、ね、もう話せないのよあ村毛もそうなああまあよかった何回でしょうミニコントそう あの人さ、うん、すっごい好きなんだよねやっぱあのミニコントずっとスイッチ入ってんのよ、うん、でなんか僕が出ないのに突っ込んでくるでしょそうえい今のって何とかっていやそんなつもりないんだけどなみたいなでも好きなのよあの、うん、あのあれをあのそれこそ、うん、まさに前楽屋一緒で、うん、あのなんていうんだろうテレビとかってさやっぱりさ趣旨に流れに沿った、まあ、その ネタとかさ蔵王とか別だけど基本的に普通のバラエティーってまず大筋があってその中でこう生まれるわボケとか変な人がかゆるに対してうまいツッコミをするっていうのがやっぱり一番綺麗だけどさ学園ってマジで脈絡ないことみんなするじゃん急なテンションとかいきなりねはいはいわかるわかる叩いたりとかいきなりあれが楽しいんだけどさだけど真面目な話聞けないからさ聞きたい 分何があったか知りたい知りたいいやだからもういや2本立てでねああいいねだからちょっとそれをもしかしたら再来週とかに来てもらえるかも分かんないこれは声かけてみてこれ逆に1人の方が俺なんかいいこと言ってそうだよね2人いたらもうマジでずっとふざけると思うずっとだから浜さんこそふざけると思う浜さん浜さん別に呼ばないと一人ずつ呼び出さないとふざけちゃうからうん そうなのよ、うん、で,さでもさこのベストアンサーの人をさ、うん、見ててさちょっと1個な一個ちょうだいあ本当、うんとにそれこそそれもクイズになりそうだもんな、うん、俺でも1個考えてんだ,よだから、うん、結構いいなこれ松尾さんにあげて、まあ、言ったらあいもういいねないねそのパターンってえ何えもうお願いだからローラースケート履いて味噌煮込みうどん運んでい <laughs> あいいね、うん、あいいね 確かにいやまあまあ本当にあのー、もう基本的なところいったら、うん、耳かきしながら転んでで、ねね、二人三脚で底なし沼入ってもういいそこなし沼だけでいいでしょ <laughs> よりより出ないってことかな。 もう絶対無理ってこれんかでもこれねこれあのんかねやっぱ当時多分「死んで」っていうのがあんまりよくなくて「死んで」変えたじゃんっていう言葉がね。で俺は正直俺個人的な見解別にネタだし「死んで」の方がんかすごい端的でインパクトがる面白いと思う。 ザパンチさんのは別に「死んで」とかコンプライアンスやる、うん、でそれ考えたらコンプライアンス引っかかんないと思ってたの、うん、ただあのまとめてあるの見たら、うん、え結構引っかかんなって <laughs> だからこれ言えないのもあるんだけどでもねなんかねあのじんちゃんが「うん、これはこれ何なの?」っていうのは、うん 公衆便所に自分の電話番号いっぱい書かれて <laughs> 書かれてってその何かで何か書かれてって書くやつなんか<ー>誰かいるから面白いねやっぱりいいなすごいこれちょっとぜひ来ていただこう、うん、いやこれはねすごいねちょっとどうなるか分かんないですけど、うん、あと俺聞いたんだけどさ、うん、カズマの ラ全然そんな話せないなと思ったんだけど、うん、池田さんがやったライブあったでしょ「モリエルで」で、うん、んかこんお笑いライブシーンの頃ぐらい面白い企画が生まれたって俺聞いたんですけど「誰だっけのだ出てた人ゆ,ゆったり感中村」あと「赤羽」「バビロンのノリ」であと「 あと,あとあ、じゃあ、赤羽さんとか、竹内さんとか。竹内さん MC でやってってあと、尾関さん。<ー>ええー、バットナイスつねだ。うん、で、えー、鬼ヶ島の、うん、ええー、アイアム野田さん。とか。<ー>俺、聞きましたよ。赤羽さんだ。<ー>お,お笑いライブシーン残る。しかも、この、今、配信とかもある、う世の中で、配信のその、ところすらすり抜ける、あ,<ー>あの、 歌を流さないイントロクイズっていうとんでもない企画が <laughs> ちょっとなんすかそれちょっと,っとなんで言ってくんないのそのそういうのいやちそういうの全然言わないけどね何 <laughs> だ <laughs> カズマって <laughs> カズマって俺とのことってアーバンブルーラジオだけの関係だと思ってるいやいや違う違う無茶苦茶なってやっていること俺は俺はだって俺だって本当に村けんには俺本当に全部話してるし言ったらここで話せないようなこともあの喫煙所とかで俺普通に村けんに喋ってるからだから俺は なんか恥ずかしいもんそのだとしたら俺が最近会ったこういうテレビちょっと頑張れたんですとかさ、うん、そういうふうに言ってんのにさ最近の近況一馬ってそのなんかいや違う違う違うんかかっこいいと思ってる <laughs> あの,えその <laughs> 失敗だけを話す人ですかその成功は話さない成功はいいや俺は自分からはいやあの,あの正直わかんないの、ね、よその,あの言ったら例えばね例えば あ,のあれアメトークのさあ鶴和<ー><人>大好き芸人もう終わった後も、うん、あのも正直普段のアメトークがどんぐらい受けてるか知らねえし別に。 俺ははいはいなら誰かを取り上げた時、うんえー、例えば狩野さんとか、うん、あるよね、えー、フューチャー会はありますよ、うん、でそれがどんだけ跳ねたかってのは俺ちょっと分かんないからあまあでもフューチャー会はみんな跳ねてるけどフューチャーされること自体がもうとんでもないからねでそれであのなんかその日出た人に、うん、あのこう LINE、えー、送ったのありがとうございましたって、うん、でそのなんか品川さんとかは、うん、あのえー、なんかえー とうとう俺の俺はお前のこと本当面白いと思ってたからみたいなですごい良かったよみたいなあれトークの時ねでいろんなトークで関町に LINE 送ったの「いやあのえ一緒に出てたから」そうありがとうって言って「いやすごかったね」って言って「いやいや本当に分かん自分じゃ分かんないんだけどよかったかな」っつって送ったら関町が「あの わか分かってるでしょ。本当はあ。うん。あ,あさすが関口さん。<laughs> そのい,いやなこと言う。<笑><笑>めっ嫌なこと言うのの筆頭だからね今関口さん。<laughs> いやもうこの間のだってマルコポロにメトロ出てたんだけど。<ー>それももうやっぱ。もう関口さんとんでもない人がいる。だからね。いや <laughs> <laughs>。俺なん俺なんかイメージとして俺とかあるじゃん。嫌、うん、なこと言いの、うん。そうね。うん。う全然だからね。すごいよね。 俺なんかもう全然大ぶりだからみんなみんなよけてるもんね俺の嫌なこと全然もうあ見える見える見える俺の嫌なこともうクンだから杉ませんクサッカサッカサなんか本当になんかもうそれは違うじゃんっていう嫌なこと嫌なんだよ本当にあの人本当に何であんな嫌な人なのショーにならない嫌なこととかそうそうそうなんかあの本当に普通にさ例えば5分ぐらい打ち合わせに遅刻してきたりした時にあの あ、あ、すみませんみたいなうん、うん、でったらせ、せ、関町がやると「うん、あのああ、どど、どうした何があった?うん」みたいなそういうことさせんだ,だってそうなんだよやるんだよ何なんだろうあれまあまあまあでもそれ今回に関してはその関町さんの言うことがやっぱり俺はそう,だういやまあまあそうでいやそのそのライブっていうのはねうんそれ。教えてくださいど何人があったんですかえええええっとえとりあえず、まああずまのいい。ななんでね。うん、曲がない うん、ので成立するかまずは池田さん主催のコーナーライブですよね。そう、うん、コーナーナライブで、えー、演者が、うんえー、俺含めてあじゃあ、えー、と演者がクイ,ズクイズなの、うん、でクイズに参加するのは <laughs>、うんえー、俺を含めて8人、うん、で竹内さんが MC で,、えー、でその他のクイズに出る7人には何も言ってないの。うんあ イイントロクズともうとりあえず来てくださいっつってであのんかギャラ総取りとかそういうのはありませんでもとりあえず来てもらって分かるんですけどあもう出てて MC の人の進行聞いてれば分かるんですけどえっとこれどうですかっつってでその別の事務所の尾関さんとか野田さんとか常田にはそういうふうに言って来てもらったんで当日発表したのがえ 優勝したら、うんえー、俺が自腹で10万、うん、10万、うん、で、えー、そのクイズには俺も参加する、うん、なるほどね、うん、で、えー、俺は全部答え知ってるなるほど <laughs> <laughs> でただこの中で、うん、あの出来レースじゃねえかとかうん、うん、お前答え知ってんだろって言ったら、うん もう失格失格でその上でまず二択のクイズが始まるので二択どっちだっておにぎりが考えられたのはどっちっつって奈良時代弥生時代あでそのクイズは本当の本物本気のマジでむずいでみんなが「 みんなが悩んでる中で俺も答え知ってんのにあのえこれでもなんならあ答え知ってるとはお客さんも知ってるんですよ知ってるもう兼知ってるでそこは芝居してんだねそうで俺が移動するとみんな俺についてくるなるほどねそれはそうだよねでもなんでついてくるかって言っちゃいけないじゃん俺が答え知ってるってだからみんなも芝居するんだよなんかああ奈良の方だと思うなあ おかしいよなとかってみんなブツブツ言いながらなるほど。だから池田さんがこ A、えー、言ったから俺も A っていうのはなしなんだよね。なっちゃうそうそうそう。ああだからそれでなんかあのえー、あ俺にうまくついてくるでゲーム。うんうん、あなるほどね。二択はでもそうそう,そうなる。うん。ただ四問目から俺が間違い始めるのよ、うん。なるほど。そうするとみんなあのえなるほど間違えんのみたいな。なるほど。なんだよ。うん。でじゃあ次池田と逆の方行こうってなると。うん 俺が会ってたりする、ね。なるほど。そっからもうみんなちょっと混乱していくんだよ。なる,なるほど、なるほど。で、あの、え、こいつ、10万いらねえのってなってくんだよ、やっぱ。なる,なるほど、なるほど。で、その上で次イントロクイズが始まる。うんうん、で、イントロクイズは、えー、2人1組で4チーム作るんだよ。うんうん、で、えっ、ー、と、 竹内さんが「うんえー、じゃあイントロクイズです」っつって、うんえー、イントロをドンでたら俺がピロンって鳴して「分、うん、かった、えー、とミスターチルドレンの、えー、シーソーゲーム」って言ったら「うん、ブー違います」って言って、うん、でみんな俺が早く押したから「え、うん 当てると思ったた外れんのみいいなで違ますよく聞いてくださいイントロでピロンって俺が「ミスター・チルドレンのイノセント・ワールド」で「ブー違います」って言ったらその後にゆったり感の仲間がゆっくり押すの別のチームなのにピロンって「ミスター・チルドレンのクロスロード」 違います、みたいな。あ,<ー>あ、ミスターチュードレンなんだって。はい、うん、はいはいはい。竹内さんもちょっと違います。もう惜しいみたいな。うん、そう、みたいな。だから、うん、その、俺が、俺の答え聞くまでみんな動けないのよ。なるほどね。で、俺が言った、うん、例えば次、えーえー、サザンオールスターズの、うん、えー、 あのな、サザンオールスターズの希望の、希望のわち、うん、違いますって言ったら、うん、あの、赤羽さんが、サザンオールスターズの、みたいな。うん、そっから、もうみんな、曲流れてないのに、俺が1曲目答えるだけで、そこになんかヒントがあるんだろうと思って、みんな答え始めるっていう。あはい、はい、あ。それが、なんか、むちゃくちゃ盛り上がったって聞いたよ。それ,それが、奇跡的に当たったりするんだよ、他の人。はい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 。それがもう、うわー、やったーみたいな。 だって、うん、であのー、蓋開けてみたら、うんえー、常田が十万もらって帰って本当にあげるの本当にあげる1万お客さんもあの半分ぐらい帰ってるやろに <laughs> その十万払ってそ<う>なんだなんで言わないの <laughs> いや違うだってそんなわかんないじゃんそのうまくいくか <laughs> すっぺー <laughs> すっぺーって聞かないんだけど <laughs> こいつすっぱ <laughs> いやす 酸ぱい酸っぱいこれ来る時にどっかで酸っぱいって言いたいなって決めてきたらさやめてくんないそれここじゃないとは思ったんだけどもうあとないだろうと思った酸っぱい言えるとこないなしとなくんとなくわかるけどでもでもこれがさんか異様にえ面白そうで尾関さん関さんにお客さんも隣の回答者も聞こえない声で「いや尾関さんこれなんすかね?」 うん、で尾関さんが「うんあ、うんうん、もう答えてくれたらいいと思う」<laughs> そうでも俺が「知ってる」って言えないで,、えー、で俺が尾関さんにちっちゃい声であのなんか横のね、うん、横が、えー、ゆったり感中村とタツムリ林チームうん、うん、と、えー、その横が赤羽さんと、えー、誰だっけな誰かのり、うん、かのり、うん、のチームであの俺が尾関さんにブツブツ言ってんの。うん 林と赤羽さんがいてるのだからそこで答えは SMAP の「シェイク」だったんだけど聞いてるから俺尾関さんに「あの尾関さんあの A1 だら B2 だらミだら」みたいななんでしたっけでそしたら尾関さんも横で2人聞いてんの分かってるから「行きじゃ言わない方がいい」みたいな「行きじゃ行きじゃ」っつってそしたら赤羽さんがビロンとして「えー SMAP の「天ンダ、うん、たらブーってなってで赤羽さんがそこで「<laughs> えっ?」て顔で俺に睨むんだ, <laughs> だこいつみたいな。<laughs> うん、でそ,うそれで分かんなくなるっていうはあ<ー>んかすごいよかった面白いことやってんじゃんそれさ言うのってどういうことだからこういうことを「いやこれもすごい盛り上がったんだよ、ね」でこの近況の近況話してるわけじゃん毎回大体。 お客さん少ないんだもん,おお客ん関,係関係ないくはないけど<あ>それは言ってよだって俺予想から入ってきたんだよそのライブ誌を変えたえそれ、うん、そ,それねどうやらマジよ、うん、赤羽しか言ってないっぽいね。赤羽さんしか言ってないですほらそうじゃんほらあいつなんかさしかも赤羽さん 愛しのエイリーを当てたのよあ<ー>それでちょっと上がってんやっぱそれそれあるよいやでもそんな面白いことは言ってほしいないや申し訳ないで途中あの野田さんがあの、うん、あの,あのなんか「俺さちょっとちょっとごめんこれお,おかしいじゃん」って<あ>本当に言っちゃって <laughs> でそしたら竹内さんが「あじゃあ ですっつって本当に野田さんそっから失格えっと中盤から後半まで一切出ないエンディングも出ないねえ池田君本当に出さないんだね連れ出されるそう連れ出されるぞあの行ったらあのあれ刑務所っていう設定だからでそれで連れてかれる時もんか「なんとか」とか言わずに本当にどう出されるか分かんないから野田さんもんか女性のスタッフが。 監修の格好してこう腕つかんでスッとはけて何も言わずに「す」っはいえ野田は脱落だ」あれかよ昔のなんかテレビであのなんだっけあの壁だっけどれだっけなんかあっあれ間違えるとさ一応そのオンエア上はさ間違えた次のシーンからもうその人いなくなってえとかなってるその間のその静かにその見ながらいなくなるあれはずいってなんだよ。 わっいなかったって聞こあれかよあれ本当にあれ本当にそこのもう全部見捨てるバージョンいやいいですねいやよかったかそうなんか北海道も同期ライブもまた行って同期ライブも行ったいやよかったねただそのあのもともとえ9期の艦のパンサーの艦パンサーのの えー、コンビ組んでた、中信し郎が、来てて。で。うん、囲碁将が、うん、あの、なんか北海道で仕事結構した時に、うん、毎回畑中信二郎呼んでみたいな、で、出したのって。うんうん、ただ。あのー、ちょっと社員さん的に、なんか、うん、あのー、よろしくないみたいな。あ、ここ、うん、まあ、ね、あの、うん、まあ決まってる人で出てるから、ねうんうんうん。で。なんか、わかんないけど、あのー。畑中信二郎は、すごい目の敵にされてるんだよ。その北海道支部さに <laughs> 出たがりすぎちゃうのかなで今回もの楽屋来てたんでそれで「出ちゃいなよ」みたいなみんなで「いやダメだってマジでそれはマジで俺やべえんんめちゃくちゃ怒られんだよ」みたいなでも囲碁翔も「いやいつも出てるからよくない」って「いやもう本当に釘刺されてマジでダメだった」やつて「じゃあ分かった分かった」っつって「じゃあ俺が」 俺が社員さんに一番上の人にちょっと聞いてみるでそれで聞いてじゃあねみたいなすっごい嫌われてうんかお客さんも多分それポカンだよ大丈夫あそれはもうこっちで盛り上げるんで大丈夫ですうんじゃあエンディングだけねっって。って言って俺楽屋戻ってあの。 いいって?」って言ったらもうは中なかな「無理だよ」って言われながらなんか着替えてんねもうあの衣装のねピンクのそうピンクのタンクトップに白の短パンでそれで中盤ぐらいからふみちゃんが出しちゃってでも最終的に「俺が社員さんにすいません」っって「ちょっと出しすぎ本当に」 あの打ち上げに呼ばないでね次嫌われて何があったんだよ北海道で吉本ね東京吉本辞めて吉本辞めて北海道出身の北海道でタレント活動みたいなのをしながらそうそうなんかまあ芸人やってんのかと北海道でフリーかななんか事務所入ってるのか分かんないけどそうって嫌われてんだよでも打ち上げ一応来て来てんのかで一人だけ自腹まあそれはねそれはそうだろうね そうそうだから、うん、いやすごいだからハリセンボンとも久々に会ったしへえー、いやー楽しかったね楽しそうで何よりですね一馬、うん、もやっぱりずっとね現役だね一馬いや現役行きたいよそりゃあれもう最近のあれつぶやき一個いい,い,いなあの一馬つぶやきやってんじゃんえ何何がよ,よかったえな、ー、んだっけあの音声ガイダンスがあ音声ガイダンスが噛んだんだけど脱線、うん <laughs> 俺にビビって俺にビビってかなんかだね <laughs>、うん、多分そう俺にビビって,って音声ガイナスが簡単だけど <laughs> よかったあ嬉しいああもっとやっぱりあれも「カズマゴロ5もだっていつその「ザパンチのさんのツッコミじゃないけど俺らのチープモノじゃないけど「カズマゴロ5も一冊分ぐらいはないとダメだよやあいや確かにだから自分でか管理できてる「カズマゴロ5って。 だから拳入れたら風呂湯沸いたえぶ拳入れたら湯沸いたととかあの「だせ太陽が逃げた」とかとかあとそうだねんかんかえ多分蚊の中で俺が杖って広まってるって。 <laughs> そう輝ってこない絶対出した方がいいよ一冊に、うん、でももう覚えてないん、ね、だからかぶってん多分ん今じゃあ俺がもうまとめて一回ちょっと一回ちょうだい全部一回 <laughs> <の>100宿題でそえそ今までの過去でも入れていいんだけど100個はでまとめんのうん100個対決しようあ百100対100であ,あ,あそうだチープのものまね対ああでもこう 俺らじゃないしでもその数字引いてそれで戦わせるっていうそので松尾さんもああ松尾さんもだよツッコミもだ100えあとあのー、ミルクボーイのあのー、一番最初のねいやそれは強いな <laughs> いやでも強いよでもそんぐらいがない7曲がりとかねわあ、7曲がりとかすごいね対決やりたいねーあーああそれいいね56対決もう数字だけで引いて戦わせるあそれ面白いないいじゃんカズマえあれとかないんだっけその 俺あえ俺の俺の肘飛行機持ち込めないんだって <laughs> あちょっとあ,<ー>あめっちゃいいじゃんあそれもあやりたいあ,あ,あそれもいいじゃんあの五六対決もいいけど並べてあの本人じゃない人が考えたのを当てるとか、ね、あすごいあそれこれ一馬じゃない人が考えてるのが一個混ざってますあ,それ,あそれいいな,なんかでも保安検査場あったのよ あえっと保安検査場で何も持ってねえのに止められた、うん、ら持ってねえっつってんだろってあ<ー>あでも肘ああいいね<ー>肘いいな<ー>肘持ち込みできねえんだってうん <laughs> <laughs> あ<ー>あいいねはいちょっと56もちょっとこれ本当にそうね確かに実現まとめてもいいかもだってしかもツイッターだったら残ってるしだから あとさなんかわかんないけど、うん、なんか変なプライドでさ、うん、なんかあの今ネタでさ、うんえー、なんかタトゥーの柄言うところがあるんだけどうん、うん、そのタトゥーの柄、うん、なんかわかんないけど毎回考えて変えてんだようん、うん、それももしかしたらきでも結構あのー、一回それを配信できませんって止められちゃったやつもあったりとかしてあ,、うんうん、あれなんだけど。 そういういのもなんかちょっとこう一回まとめ洗って洗った方がいいよ56とりあえずまあ100とかやつ50かまあ50だったらいけるでしょそうだね俺も50チップものまねいや50ものまずあるけどその選別してどれ入れるかうわそれはそうよそれはそういっぱいある方がいいそれはすごいそれなだってこっちだってそんなわけわかんないで入れてらんないじゃんえそれ待ってそれほんとにさ毎回言うけどええなり歌舞伎入んない えなり歌舞伎えなり歌舞伎いい時いいけど悪い時悪いんだよねひどいなんかやっぱ恥ずいそんなこと言った顔顔とかやるから顔なんか逃げらんないのあれえなり歌舞伎逃げらんないのよそのもうやったと正直さあれさあれさウケる時さそんなああそんなこと言ったってあっていうところでもうちょっとウケちゃってるそのあとさゆっくりさ顔作りながら 見えりながら「しょうがないじゃないか」ってゆっくり滑っていくじゃんあそこあれね逃げらんないのよあんまり好きじゃないんだけどあそういうことなんだでもあのネタじゃない時は意外とあれ強いんだけどああまああれだけやりますて言うんだけどネタの時はちょっとああはいはい恥ずい恥ずかしい逃げるようにやりたいから全部あなるほどねでもあの普通におべっかとかはいけるでしょいける全然うん いや村けんの五十ちょっとこれ正直聞いてる人はどうかわかんない何言ってんだと思うんですけど俺は本当に聞きたいそうでしょもうだからこのアーバンブルーでも一回そのもうまとめ会やってもいいけどもう一回全部だそれだけやるうん確かにやっ名簿持ってきてうん。で五六も全部持ってきて一回やそうねでこれどうだって探しながらうんうんうん。一回ちょっとやりたいと思いますのでぜひお願いしますはいというわけで以上フルーツポンチ村上でしたしずるくかずまでしたありがとうございました 『さらば青春の光』オフィシャル YouTube チャンネルを新ステーションにお送りしました。